王冠は手に入れた。スケルトンキングはどこだ？そうか、それがあれば封印の扉を開き、王家の墓に入ることができる。扉はお主がわしを助けてくれた部屋にある。スケルトンキングを見つけたら、その神戸に冠を置くのだ。そして王を滅ぼしてくれ。スケルトンキングもこれまでだ。奴を撃ち、流星を見つけなければ。新たな力を感じる。傷が回復した。続けろ。もう少しだ。アベマギストラス、アベレギストラス、アベレオダス。魔力が弱まってきた。動けるぞ。任務に戻ろう。何者だ？すぐに分かるさ。私の装備を探してくれ。礼はするぞ。こんな場所に何をしに来たんだ？スケルトンキングに用事がある。私もだ。
邪教の信者たちに連れられてこの穴の前を通った。これは何なんだ。それを突き止めるのだ。こっちだ。私の武器があるぞ。奴が逃げたぞ。褒美を渡すな。私はコーマック、テンプル騎士団の戦士だ。スケルトンキングを探しているなら、まずジョンダーを倒さなければならない。ここは手を組むとしよう。そうだな。その槍で敵を蹴散らしてくれるのなら、心強い。黒魔術が道を塞いでいる。しかし我が意志は止められぬ。だったお前はなぜ邪教に屈した。オーバー、私はこの教団の兄弟となった。我らが使える力がいずれ世界を支配する。許すことはできない。手を貸してくれて礼を言う。スケルトンキングの討伐を手伝おう。しかし一つ条件がある。もし我が騎士団の聖典を見つけたら私がいただく。いいだろう。少し読んでみたい気はするが。ではスケルトンキングを倒しに行こう。共に戦えて嬉しいぞ。役立つはずだ。なんだ？
そんな、ここに書かれているはずだ。ここに、ああ、これだ。下がれ、放浪者。この本は私のものだ。この金をやるから、これで好奇心を満たすのだな。そうか、私の知識を盗みたいのだな。ならば苦しみも分け与えてやろう。体に力が戻った。手当てを。展開の掟にかけて。